てでーん。おい、ファングツー、仕事してくれ。ホワイトディンゴの職務、非常に難しい。レイヤーマジっすか。よし、整備はすぐ終わるから、こっちの準備ができ次第僕にビームライフルをください。マジ。ああ、いや、足場が悪いからね、前行けないんだよね。で、なんかこの LV を壊せとか言ってくからさ、芋とかじゃないんだよ、戦略なんだよ、難しい。最後にお前とやり合えることを神に感謝する。行くぞ。フラングツー了解。フラングスリー了解。いや、あのね、途中で発射されたでしょ。もう一台が発射されるとまずいから、あっちに向かっちゃったですね。データ照合。該当なし。大型機動兵器です。火器注意して。了解。本門作戦開始。ラング2了解。ラング3了解。あー、リローやっちゃった。キープしとかないとちょっと嫌だね。どれ優先が今の仕方ない今の、もっと下がっと移動してくるんですけどね。むしろ待った方がいいのか。いや、待つとちょっときつい。先頭取った方がいい。ホワイトディンゴの職務、いや、これも割と難しい。レイヤー対象でどういうふうに絡まれるともう落ちるから、試作型武器をくれ。連邦軍特殊部隊の隊長。いや、連邦のエースと言った方がいいかな。聞こえてるな。これはジオンのビッシュドナフィュ注意。ドナフィュ自体は最後にお前とやり合えることを神に感謝する。行くぞ。フラング2了解。強力すぎるよ。まあボスキャラだから仕方ない。リロードで止まんなよ。厳しい。ホワイトティングは地上に露出。レイヤー対象。いやー、ちょっと切れればいいんだな。よし、ないよ。陸戦よ。まあまあこいつでよし。ロキランの方がシールドはどうする。こいつでよし。形式よし。整備はすぐ終わるから、こっちの準備ができ次第出撃可能。むずい。むずい。連邦軍特殊部隊の隊長。いや、連邦のエース感覚がいいかな。聞こえてるな。ジオンのビッシュドナフィー注意。ここのあの中に入ると逆にやりづらくなるから。これはまあドナフィーを相手にしつつ。ロケランがすげえ当たるんですよ。そう来るか。全部抜けたのか。待てよ。見つかった。おい、もう早いよ。よし、倒した。いい感じかなと思ったんだけど、相手がこっちを向いてしまった。あっちもあっちもがちょっとあれロケランですな。ロケランって、ホワイトティング地上に露出しレイヤー。おいレイヤー注意。あんたの登場。この2機をガンキャノンに変えたい。こいつでいいんだ。そうすると1500でしょ。整備はすぐ終わるから。こんばんは。Welcome to show channel。なかなかね、難しい状態に陥っているけれども。連邦軍特殊部隊の隊長。いや、連邦のエースと言った方がいいかな。聞こえてるな。これはジオンのビッシュ・ドナフィュ中尉。最後にお前とやり合え。ガードでも死ぬからね、AI 的に。ホワイトディンゴの処理、地上。俺にもそのビームライフルとやらをくれ。ないよ、当然ないよ。よし、整備はすぐ終わる。ドナヒューだけだったらどんなに楽か。しかも切れないからね。切れるんだったら話は話す。連邦軍特殊部隊の隊長。いや、連邦のエースと言った方がいいかな。聞こえてるな。これは自分のビッシュドナフィュー。あのね、AI がね、そんなにねスムーズに動いてくれないから。ダメなんですよね。動いてくれりゃ、スムーズに動いてくれりゃドナフで行くんですけど、ドナフやってる間に死んじゃう。難しいね。ブースト使わないからね、そうそう。了解。うわー来た。何この駆逐手は。もっと機動性を生かして。トラックじゃないんだぜ。もう大丈夫、しかないよ。こちらバグ3。これダメだ。脱出する。早くも脱出を確認。隊長、脱出してください。レイヤー隊長。無理ゲーの予感。無理ゲーの予感。ホワイトティ地上に露出する。陸戦用の最も基本的な兵器だ。ね、もう中行きますか。こいつやってみる価値はある。整備はすぐ終わる。よし、入ったぞ。全員入ったぞ。俺をガードさせよう。了解。オープン作戦開始。ラング2了解。マング3了解。こちらオアシス、敵と交戦中。あとドレフはもうちょいだね。面はあるんですよね。高速の部隊入ってからすぐ落ちるから。よし。鉄砲のエース、聞こえてるか？最後に一つ頼みがある。HLV から退避した兵たちのことだが、大半は核と共に赤本だ。俺たちの支援していってくれ。隊長、ウォンバットから暗号電波、西側が目標だと言ってます。こちらオアシス、作戦行動への追従不能、戦線を離脱します。モビルスーツ撃破。さすが隊長。ワンツー了解。 HLV が発射されます。ファング2はそこにいるんだ。ファング2了解。ファング2どうしたの？らしくないわよ。ちょっと油断しただけだ。ファング2了解。ファング2ダメージ増大。 HLV 破壊を確認。こちらファング2、戦闘続行不能、脱出しろ。ファング2と3がね、底落ちするんだよな。これ激痛だった。だから、フラグで、なんかどっかで、なんかを壊すと、ビームライフルがもしかして支給されてたのかもしれないですね。レイヤー対象。難易度が大幅に下がるみたいな、そんなことはあるかもしれない。こいつで、レイヤー中、よし。整備はすぐ終わるから、やりやすいんですけどね。ドネフィはね、正直ね、ある程度なんとかなるんだよね。やっぱデカ物の方をどうにかしたい。連邦軍特殊部隊の隊長。いや、連邦のエースと言った方がいいかな。聞こえてるな。俺はジオンのビッシュ・ドナフィを注意。最後にお前とやり合えることを神に感謝する。行くぞ。な、いちいちミサイルと超攻撃されてる。このミッションなんで今までの難易度上がりすぎじゃないの。あと40しかない。どうすればいいんや。どうすればいいんだこれは。ホワイトディンゴの職員、お疲れ様です。地上に露出。きつい。レイヤー注意。せめてガン、ここもうむしろね、味方をガン系にしたい。ガン系だと硬いから、もうちょい持つんだけど。つっても500だ。ここで、なんか昨日からこんな負の連鎖が。聞こえてるな。これはジオンのビッシュドナフィュー注意。最後にお前とやり合えることを神に感謝する。死ね。そう、連携が大事なのは分かってるんですけど、そういうレベルの話じゃないんでね。お、流動式だった。よし、いい感じ。この体力はしよう。後ろから倒す。よし。よし。HLV から退避した兵たちのことだが、大半は核と共に若者だ。たちにしないようにしてやってくれ。遊具機撃破されました。ハングは敵モビルスーツ撃破。さすが隊長。ラング2了解。了解。ああ。機内度高いですよこれびっくりするわ。 HLV 破壊を確認。やべえ、俺このゲーム上手くなってきたここに来てかなり理解度が高まった。よっしゃやった!マジ!沈黙。戦いは終わりました。けど、HLV が1機上がってしまったわ。それなら大丈夫だ。1機だけなら軌道上の警戒艦隊が撃墜してくれるはずだ。それにウォンバットの情報が正しければ、我々はアスタロスの打ち上げ阻止には成功しているだ。軌道上で撃墜だ。これならこんな苦労することなかったろうってわけでもないはあ、もうクタクタだよ。レオン、本部に掛け合って俺たちを今後の掃討作戦から外すように言ってくれよ。いいわね。内調からも進言してくださいよ。お前らな、終戦協定が結ばれました。自分は確かにこれから世界がどう変わっていくかは分かりませんが、いつの日かアースノイドとスペースノイドがいがみ合うことなく、お互いを認め合い、全人類の平和を願う日が来ると私は信じています。そんな日を夢見て、今はこの戦争で死んでいった多くの魂にただ祈りを捧げましょう。やった！おっしゃ！いやーラスボスでした。完全な本当のラスボス。いやー、ここに来てこんな難易度が。オーストラリア反抗作戦の最終局面であったヒュエンデン基地攻略と時を同じくして大陸中央部周辺に潜伏していたジオン軍が一斉に決起。大陸西部のブルーンからアフリカ方面への脱出作戦を展開。連邦軍はこれも阻止に失敗した。敵司令ウォルター大佐の放送にあった月の階段とは、9世紀にブルーム地方で見られた海面に月への階段のように月光が映り込むという自然現象の名であり、脱出時の集結ポイントを示す暗号だった。拠点攻略のために大陸南北両端および東部に戦力を集中し、戦線が拡大しきっていた我が軍は初期に攻略した大陸中央部に戦力の空洞部分を作ってしまった。これこそがウォルターの言うところの目標達成である。我々は巧みな誘導戦術にまんまと引っかかったというわけだ。ヒューエンデンから発射された1機の HLV は残念ながら迎撃艦隊到達前に衛星軌道から再突入、直接アフリカへと降下した。おそらく中にはブルームから脱出した部隊がしばらく活動できるだけの物資が満載されていたことだろう。敬服すべきはあの絶望的状況下において、彼らが故郷である宇宙への脱出ではなく、地球上に潜伏し再起の時を待つことを選んだということだ。これら一連の脱出作戦成功の陰には、連邦軍にとって大きな脅威であった生物兵器アスタロス運搬部隊の存在があったことを追記しておく。運搬部隊はあくまでアスタロスによる功績の独占を考え、大陸内のジオン部隊とは何の関係もなく動いていたのだが、予想外の第三者の介入により我が軍は混乱し、大陸内のジオン部隊にとっては好都合な陽動となったのだ。しかし我が軍にも特筆すべき功績を挙げた部隊がある。ヒューエンデン基地攻略戦において特殊部隊ホワイトディンゴが撃破した HLV の1機から残り全てのアスタロスサンプルが発見された。彼らの活躍により連邦軍、いや地球にとって最大の危機は回避されたのだ。それ以外でも彼らの活躍には目を見張るべきものがあり、正当な評価を望むものである。差し当たって彼らは長期休養を要望しているのでご検討ください。宇宙世紀0080、1月、地球連邦政府とジオン共和国の間に終戦協定は結ばれたが、世界各地に潜伏するジオン残党部隊との局地的な戦いはこの後も長きにわたって続けられるのだった。いやー、終わりましたね。終戦協定は最後のシーンで出てましたよ。最後のシーンで喋ってたのはあれは休戦協定の終戦協定のことですね。白旗あげてたと思うんですよ、ジオン軍が。最後のシーン。いやーなかなかにしんどかった。We are soldiers. For now, we will enjoy this. Time to press because we know tomorrow may not be peaceful. ザクはライノサラスゲルグ頑張ったよ。バトルレコード次期総合 MS 機グフ2機いやー相当しんどかったわ。特殊ユニット撃破記録アンタムギャロップ HLV ユーコンガードファング2撃破する制圧率制圧率も 100% になってないんだ。特殊任務達成。69% 引く。民間施設局。特殊任務達成度だからこれである。これで多分なんか違うのがあったんだ。だからグフ倒したらなんかあったんじゃねえの？ドナヒューの最初のところで。多分あるんだよ。ステージ9 5分とかじゃないもん。1時間以上やってるもん。1時間以上やってた。ああ、これ簡単にクリアかなと思ったら、なんか最後になんかでかいのが来たみたいな。ラスボスが。いや逃げられたからか。プライムディスクプレゼントやパスワード。やったね、ビッグバーンやり直したビッグバーン流行期限、1999年9月30日までだよ。みんな、急いでね。有効期限切れちゃうから。1999年の9月30日までだからね。はい。ガンダムが乗れんの？プレミアムディスク。ガンダムがいるんだけど。V 作戦がいるんだけど。V 作戦乗れんの？プレミアムディスクだと。1999年急がなきゃ。世紀0079 1月、はい、スペースコロニーサイド3はジオン公国を名乗り地球連邦政府に対し独立戦争を仕掛けてきた。ジオン軍は開戦と同時にスペースコロニーを地球に降下させるブリティッシュ作戦を決行。その目標は連邦軍の本拠地南米ジャブローであった。しかしコロニーは大気圏突入後アラビア上空で崩壊。最も大きなコロニー先端部がオーストラリア・シドニーを直撃。町を巨大な湾へと変貌させた。スペースコロニー国家であるジオン公国は長期戦に耐えるだけの資源を持たなかった。ブリティッシュ作戦の失敗により戦いの長期化を予想したジオン軍は直ちに資源確保のため地球降下作戦を決行。電撃的に地上の3分の2を占領した。ブリティッシュ作戦最大の被災地であるオーストラリアも豊富な地下資源確保のためにジオン軍の侵攻を受けた。これに対し壊滅的打撃を受けていたオーストラリアの連邦軍部隊はなすすべもなかった。開戦から11ヶ月、連邦軍はヨーロッパでの大反攻作戦オデッサ作戦を発動し、これに勝利した。地上でのミリタリーバランスは大きく連邦軍へと傾き始め、世界各地で次々と反攻作戦が開始されていった。そしてブリティッシュ作戦において壊滅的打撃を受けたオーストラリアでもジオン軍に対する反抗作戦が開始されようとしていた。はい。そんな感じでございました。ガンダムサイドストレージ0079。いやー、なんとか、ラストステージで余裕の1時間超えのですね、ということになりましたけど、エクストラオプション。ダウンロードアイテム。ダウンロードアイテム。ダウンロードなんてもうネット回線ねえし、この、昔はドリームキャストはインターネットからいろいろとやり取りができたんですよ。電話回線でね。なんでダウンロードアイテムってなんかあんのかよ。そこはもうなんかクラックしたい。このダウンロードをクラックして解放したい。インターネットってやるでしょ。はい。そんな感じでございましたよ。いやー、ダウンロードか多分エクストラオプションですよな。いや、わかんないです。見れないからあるのかもしれないけど、アップロードファイルの作成とかでなんか隠しがあるのかもしれないけど、それちょっと調べていきますね。ホワイトディック中でも反抗する。あやー、なんかあんのかな。ないね。そんな感じでしょうな。ないもん。形式番号 RG ドネフ専用 G ゲルグ。ぜひですね、ガンオンで、ドナヒュー専用 G を出そうと。私としては乗るし。これディスティニーも一緒に入ってるらしいですね。ぜひ、ここでですね、ガンオンに、上にですね、ドナヒュー専用 G がタケルクを出そうと。よし整備はすぐ終わるから。形式番号 RGM79 ジムキャノン。ジムの右肩にキャノン砲を搭載した中距離。そんな感じでございました。今回はですね、ガンダムサイドストーリー0079をお送りしていきました。いやー、骨太でしたね。サイドストーリーズプレイステーション3持ってないし、そもそも。プレイステーション3が揃えるぞ。ビッシュドナヒュー、荒野の陣雷と呼ばれるディッシュはその名の通り機動性を生かした作戦を得意としているため、同じエネルギーと弾数で出撃しても他の兵士の倍の時間戦い、3倍の敵を撃破すると言われている。主人公のライバルでもある。いやー、おりましたね。深から知りてあのね、プレイステーション3は持ってないからね、4は持ってるけど、4で出てたらまだわからない、入手もできなくはないんですけど、グーも専用機、あれ専用機やった？おっと、まだ一応ね、なんかまだちょっと待ってな。これだろ？みんなが言ってるのは。これのこと言ってるんだろ？多分これのことだと思うんだ。これわかるかな？これだろ？ちょっとでかくしようか。初代ですよ。セガサターン。モビル2ガンダム、サイドストーリー2、青を受け継ぐもの、元祖です。これのことだろ？みんな言ってんのは、プレイステーション3版じゃなくて持ってんだよ。買ったんだよ。ただし、まだセガサターンがないんだよ。1もあると。だから、まだセガサターンがないから、セガサターンがないからできないんだよ。だから、ちょっとセガスターを入手してからなんで、これはちょっとまだ来週は多分ね、まあ入手しようと思えばできるんですけど、ご存知の通り、セガス、まあやったことがある方はご存知だと思うんですけど、セガスターンって、本体がでかい。で、かつ、セーブするのに、別のね、メモリーカードが必要なんですよ。それをまず揃えなきゃいけないので、結構ね、簡単に言ってくれるなっていう。酔うのか。セガスターン買うよりもプレイステーション3はどうなんでしょうね。セガスターンを、いや、スマホでね。そう。なんでね、まあ、ちょっといろいろとまた、たまたまこれ見つけてね、もうセガスターンはっきり言いますけど、ブックオフではもうセガサターンのソフトはほぼ絶滅ですからね。もうたまたま見つけて、もうこれ抑えるしかねえと思って抑えたんですけど、セガサターンのソフトを持ってる人は本当にね、取っといた方がいい。まあ、ヤフオクとかでもあるんですけど、ガンガン海外の人が買ってて、日本からセガサターンとかのソフトがなくなってるんですよ。捨てる人もいるしね。だから、セガサターン持ってる人はちょっと大切にした方がいいと思います。どんどん希少価値が上がってますよ。入手が難しくなってる。プレイステーションは、プレイステーション3だかなんかだね、動くじゃないですか、初代。だから売ってるんですよ、まだプレイステーションは。あるんで、結構買ってるんですけど、セガサターンのは、もう、たくさんブックオフ見たんですけど、ほとんどないですから。本当にない。セガサターンの、あの作品やりたいなとか思って、もう無理。なので、持ってる方は大事にした方がいいんじゃないかなという感じでございます。そんな感じでですね、まだね、スーパーファミコンの入手できるから。スーパーファミコンのファミコンは大量にあるんですよ。セガサターンほとんどない。ただ、秋葉で行けばある、秋葉の店に行けばあるんですけど、秋葉は観光地価格だから、なんか一つのソフトで2000円とかするわけですよ。お前、それだったら本当に新しいの買うでしょみたいな。本当にね、そんな感じなんですよ。ちょっとね、秋葉のはね、観光地価格で高すぎるので、そうやったら本当にそれこそプレイステーション3が買えちゃうんで。形式版の RGM79 銀。まあ、連邦軍初の正式量産型モビルスーツである。いろいろと元になった RX-78 ガンダムに比べると見劣りするが、汎用性に優れている。X3のザクタイプなどんどん旧式ハードが使えるはずだ。私の家に。そう、プレイステーション4でね、プレイステーション3が動いてくる。もう別にね、PS じゃなくてもいいけど、プレイステーション3との互換があれば、ものすごいいろいろやれることが増えるんですよ、私は。ガンダム系ほとんどできる、プレイステーション4でね。わざわざ今、プレイステーション3を買うの、まあただね、ディズニーがやりたかったからよく多かったんですけど、まあそんな余談でしたけれども、まあ今回はガンダムサイドストーリーズ0079をやっていきました。なんとか2回で終わりましたね。まあ次回はまたなんかですね、置いて、まあ、セガサターンを入手できるかどうかはちょっと定かではないんですけども、まあ、無事終わってよかったです。そんな感じでございました。またね、本日はグランドセフトオートですよ。10時からやりますので、よかったらこちらの方もお楽しみください。で、水曜日はおそらくバトルフィールドハードラインをやると思います。あー、ただログインできるかな。ログインできればね、なんですけども、まあ多分そうなると思います。それではですね、また今週もよろしくお願いします。また、シルビーチャンネル10時でお会いいたしましょう。そんな感じでですね、いやー、なかなかね、難易度の高い試合でございました。ラストボスでございました。最後まで見てくれてありがとうございました。ガンダムサイドストーリー0079をクリアしました。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。チュウでした。